はい、それでは東監督の記者会見を始めたいと思います。まずは監督の方から試合の総括をお願いします。はい、本で勝利やって、その後勝ち組みなくて引き上げで終わって、で新しい選手も入ってくれたのでトレーニングを積んで、ね、ここに勝ちに来たんですけども、まあ、もちろんチャンスもあったと思いますし、で選手も最後までよく努力をしてくれて、まあ、その中でフリーキックで失点して負けたんですけども、もちろん負けているので今多くのことをまだ言える状況にはないですが、ただできたことをしっかり次につなげるということをまず選手には伝えたということと、もちろん試合はしっかり振り返らなきゃいけないですけども、まあ、この気候環境の中でボール保持のところの質をしっかり作るということと、また相手の運びのところをしっかり無駄に止めに行くということに関しては、もちろんお互い様で運ばれたところもありますし、取れたところもあったんですけど、まあ、その中でフリーキックの方で失点をして負けたのはもちろん悔しいの一言ですし、我々やっぱり勝っていかなきゃいけない立場なので、しっかりそこまで導けないところに対しては責任を感じています。はい、プロからご質問いただけますか。はい、お願いします。石井さん、おしゃれ、北です、はい、お疲れ様でした。前半から、センターバックの、まあ、3バックの脇のスペースを使えるシーンが目立ったと思います。まあ、その要因というところと、まあ、戸田監督として何か改善というか、その現象を食い止めるためにを行った修正などがあれば教えてください。敵陣に出ていく時のボールを奪いに行く、まあ、自分たちの方法の部分でもちろん少し変化はつけたところはありましたし、またそこの相手がどこを狙ってくるところに関しての、まあ、準備のところが基本的にできてた部分は個人的にはあったと思いますけど、まあ、それを後ろにすり抜けてしまってというところももちろんありましたし、まあ、出るときと出ないときの、その自分たちの守備の使い分けをしながら、できるだけキーマンをしっかり消しつつ敵陣でボールを奪うということを、まあ、目指していたつもりであります。特に長野の、まあ、3枚の見ているアンカーの前の3枚は結構誘導的に なっているところで、ちょっと捕まえきれずにそこに目がいって裏を取られるというようなシーンが多かったのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、前に出るときに、まあ、誰をどの場所にというところに関しては具体的に決めながら、もちろんそのスタートラインをどこに決められるかというところに関しては常に自分たちが求めるところでできるわけでもないので、その時にトップの選手をどこに置くということと、もちろん後ろの選手にも協力して前に出てきてもらうというところを手分けして行ってた感じはあるので、もちろんその中でハーフタイム伝えたこともありますし、まあ、デイジーでボールを取れた実感は実際のところあって、もちろん我々がボールを奪いたい場所で取れないということもありましたし、で取ったところをまた相手に渡すところもあったんですけど、まあ、あとはちょっとすいません、今言えることはここまでなんですけど、また振り返ってみてしっかり自分で反省したいと思います。あと、まあ攻撃に関してなんですけども、今日まあ枠内シュート2本というところでなかなかチャンス作れなかったと思います。で特にまあ攻撃結構ロングスローと、まあ、セットプレーというのが目立ったんですが、戸田監督としては今日 その攻撃についてはどういうふうに評価されますか。まあ、長野が彼らの配置の中で、まあ、スペースを消して、でそこのどこにチャンスがあるのかということに関しては、まあ、前半だったら例えば右のところは何回も前進はできたと思うんですけど、また揺さぶりの部分と、そこから侵入をして深い位置まで入って、もちろん我々にロングスローとセットプレーって武器が加わりましたから、まあ、そういったものを活用するってことはありましたけど、まあ、足元の例えば速いクロスに、まあ、詰め切れない部分があったり、まあ、その枠内シュートってところに繋がらないけどもっていう場面はもちろんカルロスの抜け出しもあったんで、回数はもちろんもっと作りたいなと思いますけど、まあ、フリーキックからのセルマのヘディングも含めて点が取れるところは作れてはいたので、やっぱり先に1点取りたいというところは、まあ、今感じる部分でありますし、今あとその運びのところだけじゃなくて、奪ったボールからどれだけ素早くというところと、もちろん運びの中での心理のところは、まあ、またこれは取りに必要かなと思ってますけども、まあ、ボールを持った時の時間の使い方と、ボールを持ってない時の時間の、逆に言うと相手にその時間をどうさせるのかというところに関しては、まあ、選手はよくやってくれたとは思っているので、まあ、それをなんとかやっぱり先に点を取ったり、まあ、点を多く取って勝つところまで、持っていけるようにまた努力したいと思います。あと、まあ、後半、まあ、ビハインドになったところで、デューク選手と、まあ、若林選手が入って、少しそのデューク選手がワイドルミニポジションを取って、まあ、綿引選手がちょっとインサイドに入ってくるような、センターバックの綿引選手が入ってくるような形も見えたんですけども、あのあたりの、まあ、点を取りに行くための狙いというのも、どのようなものがあったんでしょうか。
前半に関しては私のところはずっとあのフリーには慣れていましたけど、まあ、おそらく出てくるその相手の19番の選手も出てくるということは、まあ、あらかじめ言ってたので、まあ、その通りにはなったんですけど、まあ、その時は加藤がワイドにいる、綿引きもいる、まあ、加藤も少し疲れが出てきたので、まあ、あの若林に変えたんですけど、まあ、できるだけ若林の推進力突破のところを、まあ、うまく使いたいと思ったので、まあ、綿引きのポジションを少し内側に変えたり、まあ、カルロスに関しても、すごくあの練習試合のパフォーマンスも良くて、まあ、飛び出しもある、まあ、左だったら抜け出してそのまま左足も使える、まあ、実際あの決定機もあったので、まあ、そういったところを期待してあの起用したところと、少しあの立ち方に関しては、あの相手の出方もあったので変えました。よろしくお願いします。その後ご質問ございますか？はい、内容です。終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。